介護脱毛とは、介護脱毛の必要性とメリット、デメリットを解説。介護脱毛って本当に必要かな？テレビや SNS で話題の介護脱毛、気になっていませんか？この動画では、介護脱毛の必要性とメリット、デメリット、介護脱毛を受けるのにおすすめのクリニックを紹介します。7分ほどで解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。介護脱毛とは、介護脱毛とは将来介護を受ける前にデリケートゾーンを脱毛することで、排泄や入浴における介護がしやすくなるため、介護者の負担を減らせます。少子高齢化社会が加速する日本では、老後に備える方が増えている背景もあり、40代以降の方たちを中心に介護脱毛が注目されています。介護脱毛は必要？介護者や当事者の意見。実際に介護脱毛は必要なのかどうか、当事者の間でも意見が分かれています。実際に介護脱毛は必要だという方の意見としては、家族の介護を通じて必要と感じたとのことです。特に介護資格を持たない家族が介護を行う場合、介護士のようにうまく処理してあげられず、手間取ってしまうケースが考えられます。一方で、介護のプロである介護士としては、アンダーヘアがない方が介護はしやすくなるが、脱毛していなくても全く問題ない、加齢とともに毛が薄くなるので、わざわざ脱毛する必要はないのでは、という意見もあります。必須ではありませんが、デリケートゾーンが清潔に保てる、群れが軽減されるなどのメリットがあるため、介護者となる家族に負担をかけたくない方や、介護を必要としていない場合でも、この機会にぜひ介護脱毛、 VIO 脱毛を検討してみてください。介護脱毛は40から50代から始める方がおすすめ。介護脱毛を始める時期については、40から50代からスタートすることをおすすめします。脱毛レーザーは毛のメラニン色素に反応して毛組織にダメージを与えるため、白髪になってしまうと脱毛レーザーが反応せず脱毛ができなくなります。介護脱毛をお考えの40から50代の方には、高い効果を感じられるうちに始めることをおすすめします。介護脱毛はどの範囲まで行うべきなのか、介護脱毛はどの範囲まで行うべきかも、実際に介護脱毛をする際に迷うポイントでしょう。介護者の負担を減らすことを目的とするなら、 VIO 全ての脱毛がおすすめです。もし VIO 全て脱毛するのは恥ずかしいと抵抗がある場合は、アイラインとオーラインのみ脱毛でも介護者の負担は十分に軽減できるでしょう。また V ラインはツルツルではなく、毛量を薄くする程度に脱毛するという調整も可能です。介護脱毛を医療脱毛で行うメリット。清潔な状態を保てる。排泄の介護ではアンダーヘアに汚物が付着してきれいに拭き取れないことがあります。拭き取れないと不快感を抱いたまま生活しなければならず、衛生的にもよくありません。介護脱毛をしておくことで排泄処理がしやすくなるため、デリケートゾーンを清潔に保つことが可能です。匂いが軽減できる。アンダーヘアがある状態でおむつを着用すると、蒸れやすく匂いも発生します。こうした匂いは本人だけでなく介護者にとっても不快ですが、介護脱毛を行うことでおむつから漂う匂いの抑制と不快感の軽減が可能です。肌トラブルが起きにくくなる。長時間おむつを着用すると、蒸れや雑菌の繁殖によって肌荒れ、かゆみが発生し、肌トラブルが起きやすくなります。介護脱毛によってデリケートゾーンを衛生的に保つことで肌トラブルの軽減が可能です。介護者の負担を減らせる。専門資格を持たない身内の介護を受ける場合は、排泄処理をうまくできないことも多々あるでしょう。しかしデリケートゾーンを脱毛しておくことで、介護慣れしていなくても排泄処理が楽になるのです。介護脱毛を医療脱毛で行うデメリット。保険適用にならない。医療脱毛は自由診療にあたるため、健康保険が適用されず医療費控除の対象にもなりません。1回あたりの料金もサロン脱毛より高い傾向にあるため、費用の心配は大きいでしょう。ただし医療脱毛はサロン脱毛よりも少ない回数で効果を実感できるので、総合的な費用はサロン脱毛よりも抑えられます。 VIO は痛みが出やすい。
VIO は上記の理由から痛みが出やすい部位です。色が濃く太い毛が密集しているためレーザーが強く反応する。粘膜が近く皮膚が薄いため痛みが伝わりやすい。麻酔の使用や生活習慣を整えることで痛みを軽減できます。脱毛完了までに時間がかかる。介護脱毛は脱毛完了までに時間がかかるのもデメリットです。ただ1回で永久脱毛の効果を得られる脱毛方法はありませんが、医療脱毛は比較的早く脱毛効果を実感できます。個人差はありますが、医療脱毛では8から10回ほどの施術でツルツル肌になる方が増えます。介護脱毛で快適な老後生活を送りたいとお考えなら、脱毛完了まで通ってみるのがおすすめです。施術が恥ずかしい。デリケートゾーンが露出しないよう配慮して施術を行うクリニックもありますので、恥ずかしさが理由で迷っている方はカウンセリング時に相談すると良いでしょう。ルシアクリニックなら介護脱毛のデメリットを軽減。ルシアクリニックでは介護脱毛のデメリットをカバーしています。プライバシーを守る配慮の徹底、照射口が広いジェントルシリーズで素早い施術、熱破壊式に特化し脱毛効果をアップ、冷却機能付き脱毛機器や麻酔で痛み対策。介護脱毛がおすすめの方、介護脱毛がおすすめの方は上記の通りです。介護者への負担を減らしたい方、介護中に清潔な状態を保ちたい方、若い時に脱毛をしたかった方、最近では40代以上で介護脱毛を受ける方が増えており、どの年代で脱毛を受けても恥ずかしくありません。快適な生活を送れるとともに介護者の負担も減らせる介護脱毛は注目を集めています。せっかく介護脱毛を行うなら永久脱毛の効果を期待できる医療脱毛がおすすめです。 VIO の永久脱毛を行うと老後の快適生活はもちろんのこと、現在の自己処理の手間も省けるでしょう。介護脱毛を医療脱毛で行いたい、あるいは迷っている方は、ぜひ一度ルシアクリニックの無料カウンセリングをご利用ください。ご視聴ありがとうございました。